Spinner. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年2月13日放送、スタイリストの大草直子さんに伺ったファッションとダンスにまつわる旅の思い出話、お楽しみください。直子さんがそのファッションの世界に入られるきっかけみたいなのはどういうことだったんですか？いつぐらい？夢見てたのは中学生からも夢見ていて卒業文集に書いていたので証拠が残ってるんですけれども。それ何になりたいって書いてあったの？雑誌編集者。おお、すごい具体的だそうなんですよ。へえ。だからまあファッションというよりは、うん、雑誌を作りたいっていう夢は幼い頃からずっと持っていて、うん、で出版社に入って、で雑誌の編集をやっていたんですけれども、うん、それからフリーランスになって、まあ、今は本当にいろんなこと、まあ、ファッションにまつわるいろいろなことをやらせていただいてるっていう感じです、はい、ちっちゃい時からこう服装は気をつけるって気にする子だったんですか？うん、本当に普通の女の子でした普通の女の子。はい、うん、女の子ってこう例えば混ぜてるじゃないですか、男の子よりも結構成長が早いというか、これが着たいとかあれが着たいっていうのははっきりしてるんですけれども、ただずっと洋服のことを考えていたわけでもないし、母親に絶対にこれを着なさいっていうようなこともなかったんです。普通、本当に普通でした。へえ。でも日本の女の子ってさ、はい、みんな同じ服着るじゃない、なんかこうその年その年のなんとなくのイメージだけど、はいはい、外国なんかに比べると、はい、うん、なんかそんな感じで流行の服とかも着てたわけ？じゃあ流行の服はね、うん、一度も着たことがないんです。おー。そう、流行っていうものに、うん、あまり心が動いたことがなかったんですよね。じゃあいつも割とちゃんとした流行に惑わされないおしゃれをしてたってことだ、はい、流行はね2年考えようって思ってるんですその時にもう流行じゃなくなっちゃってるんですよ。だからすぐパッて飛びつかないでもうちょっと経ったらと思ったっていうのあるよね。 それあるよね。そうなんです、わかるわかる、はい、でも若い時って僕なんかもう飛びついてもう変な格好ばっかりしてたんだけど、はい、でも逆に言うと今それまた戻ってるじゃない、80s みたいな感じのさ、はいはい、僕らのところは洋治さんだ川久保さんだとか、はい、ドカーンって言ってる頃だからさ、男でもスカートみたいなの履いてたし、でも今もなんかね若者たち見るとそういう服もあれば、本当です ね、 ね、いわゆるこうストリートの服着てるやつもいっぱいいるしさ、はい、なんか懐かしいなと思って見てる最近。確かに娘が20歳なんですけど、うちは21歳です、ね、そうですよ。私博士さんだって2度ぐらいお目にかかってるんですもん。どこ？ご自宅で、舞子さんのお自宅で。何しに来たの？子供が同じぐらいの年だったから。21だよね、うち。そう、で、うちも20歳なんで。いつ頃の話してる？もうね、舞子さんの、スタイリングを何度かさせていただいたことがあって。そうですか、お世話になります。ありがとうございました。そうなんですよ。その時だからお目にかかってるので、もうほぼ多分20年ぶりぐらいなんですけど。ああ、じゃあそうね。うちの娘も21歳ですよ。あ、だから面白いですよ。ストリートの服着たりとか。いや、もう今、逆に娘は割と、まあ、流行も追いかけてはいるけど、はい、割とまともにこう服選んで着てる子なんですよ。好きなのファッション大好き。その弟が今14歳で、まあ、これもまあ服がとんでもなく好きなんだけど、あ、そうですか、まあ、ダッポダッポのこういうやつを、ヨーってやつ全部全身ヨーだからなんかこうメッセージでいいですよね。いやいや、かっこいいよ。すごく面白いなと思って。面白い。でもさ、要するに僕らの世代の、そのヒップホップだうんぬんだっていうのはさ、やっぱりこうスポーツだったりから出てきてたじゃない、はい、ラップと、はいはい、でも今さ、その人たちのムーブメントが、言ってみればだってルイ・ヴィトンもバージル・アブローがやってるわけじゃないっていう、そのグランメゾンのトップに立ってるじゃん。これが面白いんだよね。なんかこう流行の多分こう発信っていうか、発生の仕方が、台風とかがこう発生する感じでなんていうんですかね、こう地熱に温められたこう、そうだね、そういうものがこう上にグッと上がっていく感じがちょっとやっぱり私たちの時代とは違うかもしれないですね。そで、そのストリートファッションって言ったら、まあ、まあ値段で言ったらさ、はい、まあ、数万ありゃなんかさ、全身揃うわだったけどさ、今数百万の感じじゃん、ね、ストリートがラグジュアリーですから、ね、そうなのよ。あれがさ
ビトコインってなんじゃこれって、で NBA とのコラボのジャンパーこれとか言って、で息子と面白いから別に買わないよ、だから来て着るだけだから着るよって、でとりあえずいくらか見てみ、200万はいはい置いといてみたいなさ、いやさもうねびっくりするよ、面白いけどね、なんかいい経験ですねそれって、あのいい服を、うん、そのメッセージが強い服を、うん、一度やっぱ体験ってすごくいいです ね、うちの息子は面白くて、で結構クリエイティブなのやつで、そういうのいっぱい見るじゃん、はい、ストリートのラグジュアリーのやつ、で家帰ってきて、はい、ものすごい安いファースト服の店あるじゃないですか、はいはい、ああいうので買ってきたトレーナーとかフーディーをまず2つ2色買ってきて、バーンって半分で切って、で半分で縫い合わせて、だから右半身緑、左半身赤みたいな、でそれをなんか、でその後今度タイダイで自分で染めて、でそれあとペインティングして、すごいですね、すごい、バレンシアガで売ってるやつみたいなの自分で全部作ってんの、面白い、見てると、縫ったりするんですか、縫ったりすごいんですよ、へえ、だからこうインスピレーションは他のところで仕入れて、パクってくるだけよ、だまあでもね、ご自分のオリジナルだから、そう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 、商標はご自分にあるわけだから、そらそうだよね、僕もだとにかく服は大好きだからあれだけど、直子さんやっぱりあれですか、その日本の服でヨーロッパの服とか服装、見てやっぱり違いとか感じるでしょ、やっぱこの国の、僕なんかはやっぱりイタリー旅するたびに嫌になっちゃうんですよ、なんでですか、みんなおしゃれすぎて、おじさんたちが、だってスタイルが終わりになるから、いや本当おじさん何もしてない時でもかっこいいってあるのよ、なんか色と使い方とかシャツの襟チュッとやって、ふってカーディガンかけてるだけで、はあ、60、70のじいさんとかでも、なんでこんな普通にシャツとスラックス履いてカーディガンかけてるだけなのにこんなかっこいいんだろうなとかね、イタリア旅するといつも思いますね。ああそうですか。なんかないですか、そのフランスの女の人すごいとか。フランスの女性はすごくおしゃれだとは思います。それはなんでかっていう、ね、はい、なんでかっていうと、彼女たちのあざとさが、あざとさ、色っぽさとして見え隠れするのが好きなんですよ。あの例えばすごく素敵ね、どうやってそう今日のコーディネート決めてきたのって例えば聞くじゃないですか、もう全然よ、そんなあのその辺にあるものを取ってきたのよって言うんで絶対考えてるんですよ。そうだね、絶対そうだよ、絶対考えてるんですよ、で眼鏡をすっごい外したりかけたり外したりかけたりするのも、自分に視線をある意味引くようにこう動くんですって、手を動かすんですって、でそれを聞いた時にもこうやってそうそう本当、ご飯の終わりぐらいでちょっと雰囲気がだれてきました、どうする、飲みに行く人いるこの後っていう、まあ、昔だったらそうじゃな、そうだったじゃないですか、そうするとおもむろにこう眼鏡を外したりかけたりするんですよ、で私それ何なのかなと思ってたんで、なんか目が疲れちゃったのかなと思ったら、後でこっそり聞いたら、いやこうするとあの私の方にみんなの目がアテンションが来るからね、来るでしょって、すごっと思ってそのあざとさがある意味ファッションなんだなっていうのは思うんですね、ただ私あんまりそのパリのファッションに惹かれたことも実はなくって、一番惹かれるのはやっぱりラテンのおしゃれで、あのそれはなぜかというと、そのおっしゃるラテンってのはどういうこと、ラテン民族のこと、フランスももちろんラテンだし、あのスペインだってラテンなんですけれども、私は南米大陸の方の、なるほどラテンアメリカのねはい、キューバとかブラジルとか、まあもちろん中米とかカリブも入れてですけれども、あのもっと自由奔放な、そう、自分さえ良きゃいいみたいなやつ、そう、なんかなんかこうなんていうのかな、女であることの楽しさだったりとか、そういったことをもう全身で謳歌してる感じがするんです、だからあざとくないの全然、そう、ね、ストレート、だってサルサやられるんでしょ、そうなんですよ、もうあれとかね、まあもうそのなんか性とこう直結してるみたいな世界だもんね、そのアピール力がすごいよね、そうですね、あのやっぱり体がこうセクシーに見える服っていう、なんかあのなんていうんですかね、人間の本能だったりとか、女としての本質みたいな、すごくむき出しのエッセンシャルな感じが、ファッショナブルかって言われるとそうじゃないかもしれない、スタイリッシュかって言われるとそうじゃないかもしれないけど、なんかおしゃれってそれでいいんじゃないかなっていう気がすごくして、私はインスパイアされますね、それにでも惹かれ始めたっていくつですか、若い時、初めて惹かれたのは25歳ぐらいの時ですね。それは踊りから？そう。
どうやってきっかけは何だったか。なんかね、それまで本当にネイビーとグレーとブラウンしか私のワードローブはなかったんですよ、あの子供の頃から、うん、あの出版社に入って勤めた雑誌がとてもストイックで禁欲的で、うん、はい、知性のあるおしゃれをしましょうっていう雑誌だったんですね、うんうん、だからこうラテンのクラブに初めて友達に連れてってもらった時に、君は何を着てるんだいってことになるわな。そらな、そうなんですよ、なるわな、はい、色があるってすごく思ったんですよね、うんうん、だからそれであの、まあ、ペアダンスなんでサルサって、うん、踊れなかったんですよ、うん、なんか男性に誘われたんですけど、うん、ペアダンスってやっぱこう作法があるじゃないですか、そうだ、ね、距離感とか、そうだ、ね、全然踊れなくって、うん、でそれが土曜日だったんですけど、もう日曜日からレッスンを取ってたんですよ。ドハマリドハマリ。いいね。はい。でもそれ仕事になかなかならないでしょ。そうなんです、あのそうなんです、おっしゃる通りで、あのもうサルサに気持ちがやっぱり結構持ってかれてしまって、うん、あのもうご存知の通り昔の出版社ってやっぱり朝から晩まで働いて土日もなくってみたいなことだったんですね、本当に、うん、その中でもう無理やりサルサの時間を捻出するんですよね、でそうするとやっぱり仕事に向ける情熱がどんどんこうサルサに向いてきてしまって、これはちょっとさすがに失礼だなって思ったんですよ。それでもうあの辞めてキューバに行こうって思った、うん、へー。今日ちょっと旅のお話を伺いたいんですけど、はい、まあ、いろんなところ行ってらっしゃるんですけれど、はい、やっぱりいいですか、メキシコのカンクンは。いや、カンクンはものすごく良かったですね。あ、そう、これも単純に割とこうリゾート のところに行かれた、はい、あのただ最初に行った時に、うん、ちょうど会社を辞めて27の時に、うん、ニューヨーク経由で本当にこう安い周遊チケットみたいなのを買って、はい、あの南米大陸を回ろうと思ってたんですね、うん、で必ずキューバには行こうと思っていてでキューバはアメリカから行かれないので、うん、じゃあメキシコから飛ぼうかって言って、うん、アメリカからニューヨークからメキシコシティに飛ぶ飛行機に乗ったんですね、はい、でその旅が本当に不思議な旅で27の時だったんですけど、うん、あらゆるところに出会いがあるんです、うん、例えば、まあ、ボーイフレンドができたりとかっていうこともあったんですけど、うん、その時に飛行機の中で出会った人が、うん、どこに行くのって急に話しかけてきたんですね、うん、あのカップルだったんですけど、うん、で女性2人で私たちいて、うん、メキシコシティに行こうと思うって言ったら、うん、悪いことを言わないからやめなさいって言われて、え、なんでって言ったら、本当に危険だからそんな若い女性が行ってね、うん、危ないからって、うん、なんかあったらどうするの、なんかあったらどうするのって、メキシコ人なんでちょっとこう訛りのある英語で一生懸命話してくれて、はい、まあ、これも出会いだろうなと思って、うん、でメキシコシティ着いて行き先をすぐにこう変更して、うん、カンクンまで飛んだんですよ。そしたら、え、何これ楽しいみたいなことになって、まあ2週間ぐらいいて、うん、でキューバに飛んだんですけど、うん、またカンクンに戻ってきちゃったんですよね、うん、っていうぐらいすごく楽しかったん でそれからもう6回ぐらい一人で何度も行ったこともあったし、6回ぐらい行きましたかね。本当で、はい、そのこれはなんどうなったかね、イスラムヘレスっていうところ、はい、島なんですか。そうなんです、島なんですけれども、うん、あのカンクンからすぐなんですね、うん、で本当に糖度が高い、海が本当に綺麗で、ああそう、で、まあ、いろんなところで私日に焼けるんですけど日に焼けるんですけど、あのそれがあの僕も日焼け大好き。あ、本当ですか。大好き。ライフワークなので。場所によって色が変わるのご存知です？分かんない、どういうこと。あの例えばハワイだと少し赤っぽい日焼けになって、バリだと少し炭っぽい日焼けになる。本当？本当ですよ。で何それは、何、紫外線の中が違うの？おそらく強さとか、あと湿気がどのくらいあるかとか。私絶対そうだと思うんですね。本当、試してみてください。へー、面白い。でイスラムヘルスはすっごく綺麗に焼けるんですよ。あら、本当、はい、あのちょっとラテンの女の子みたいに、こう少しこうミルクチョコレートみたいな、まあ、小麦色というかね、もういい色に焼けるので、それも好きなんです。へえ。でそこ行ったらまあその日焼けしてビーチで遊んで、はい、バーベキューなんかで、バーベキューして音楽流れてるんで、あのちょっと踊ったりしてちょっと踊ったりちょっと踊ったりするはい。それは踊るわな。踊りますね。メキシコの人とかもう音鳴った瞬間でしょう、きっと。いや本当にそうですね。知らない人同士がもちろん踊るし、うん、私メキシコで2回ぐらい、うん、まあ、体のいいナンパだったのかちょっとわからないんですけどなんか、いやそうでしょう。私はすごく本気で考えたんですけど、ダンスのインストラクターだって言うんです、うん、その男性が、うん、で踊ろうって言って、まあ、踊るんですけど、まあ、確かに上手いんですよ、うん、でニューヨークであの僕は
ラテンスタジオを持ってるから、うん、そこのアシスタントで来ないかっていや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 行きませんって言って言ったんですけど、うん、そんななんかこう面白いこう出会いがあって、またちょっと日本とは違いますね。そうだね、はい、てかあのリズムがやっぱ僕らほら音楽家だからさ、はい、音楽的に捉えるけれど、まあ、サルサは特にそうなんだけど、あとも9番ね、はい、この音楽はやっぱりね日本人から一番遠いと思うのよ、リズム的に。そうなんですね。頭がないんじゃない、こうオンビートがないでしょ、全部がシンコペートだから。あ確かに、だから日本人とはどうやったってあらどっこい、あよいしょあらどっこいって、あこの一拍目がやっぱり俺たちのこうなんか心にあるんですよね。なるほど。でもサルサにしても9番にしても、はいね、ベースラインも、はい、うんぽーうんぽーのね、そこに一発目に一拍目はないんですよね、いつも。なるほど。タッ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 タってずっとこう転げてるわけだから、お尻振らなきゃいてられないんですけど、あのリズムはやっぱり僕はもちろん音楽家としてやっぱ勉強もしてトレーニングするから弾けるけど、あれはね日本人の心にはないよね日本人というかこのアジアには、アジアは全部頭なんで、ビートが遠いんですね。遠いっていうか真逆、真逆、全てがシンコペートするから。でもシンコペートするっていうことは全部転がっていくっていうことで、なんか終わりがないんですよね。ずっとずっと永遠に続くっていう感覚が音としてはあって、しょうがないから最後ダッ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 てやるけど、あの踊りはすごいですよね。そのアップビート、全てが一等二等三等四等一等二等でしょ。いやー面白い。でもそこに全部足も置いていくわけでしょ。 それがもうたまんなく、たまらないたまんなくなっちゃうわけでしょ。たまらなくなっちゃいますね、うん、アルゼンチン単語とか普通に聞くと 1,2,3,4 ドゥドゥってすごい頭っぽく聞こえるけど、はいはい、あれも全部アップビートでダッ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 ディアッダーヤっていう、そのアップビートで足を上げてポッと置く、そこがだからためがあるんですか。ためがあるんですよ。ドゥッダー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 ってくるわけですよ。でオンビート足置いてるだけなんで、そこに重みはないの。必ず上がるところにうーうーってアクセントがくるわけ。これはもうラティーナの全てのダンスがそうですよね。もうマリアッチからそうだから、イタリア、もうあのメキシコで言うとね、もう本当にだからブラジルのショーロとかもそうだし、サンバの元ですけど、全ての音楽やっぱりもうそれは元を正せばラテン音楽というよりはアフリカン、アフリカンですね。そのアフリカの人たちのビートの感覚、1,2,3,4って数えるんじゃなくて一周するっていうやつです。なるほど、すっごい面白いですね。面白いですよね。でもダンスと音楽とはもちろんすごく密接でしょ、はい、あともう一つやっぱり言葉っていうのが、ランゲージが必ず音楽とダンスには関わってくるから、はい、やっぱりそのラテンの言語は必ず最後はちょっと伸びたりさ、なんとか T のほら E のほらリーのほらリーのなんじゃもうそれでやってるとやっぱりどうしてももうそういう風になっちゃうんだろうなと思っていつも研究しますけど。あすごく面白いですね。ためが好きなんだと思います。何が好きかって。ためが好きなのね。はい。ために見せられちゃったのね。今発見しました。そうだった、ためが好きだったんだと思って、うん、編集者とか、うんま、締め切りがある仕事ってみんなそうだと思うんですけど、うん、締め切りからこう逆算して全てを考えていく癖がついていまして、うん、こうよく勝手にリードしないでって言われるんですよ、うん、最初の方は、うん、踊ってる時に、うん、なんとなくこう相手を先に読んじゃうっていうか、あこう来るだろうとか、はい、まあ、これが定型だよねってパターンがあるからね。パターンがあるから、うん、だけどライブってやっぱそうではなくて、ね、もちろんその人の気分とか、まあ、2人のこうシンパシーみたいなものだったりがあるわけじゃないですか、うん、だからもうちょっとこう溜めてほしいみたいなことを最初言われて、溜めたことがない女だったから最高なんだけど、全部一歩目で自分でもう出ちゃうみたいな感じだったので、うん、それがすごく新鮮だったんですね。でなんかこう逆にそこがとてもフィットして、
楽しかったですね。いやそれはでも多分やっぱり好きなねビート感で特にサルサみたいなものを踊ってると、はい、普段歩いてる時のテンポ感とかリズム感も変わってくると思うのよ。やっぱ自分が楽しいね、はい、テンポ感があるじゃないですか、はいはい、そりゃね生き方違うよなと思って。僕もたまに好きだから、六本木のね、まあ、今がちょっと前の話ですけど、はい、六本木の深夜のさサルサクラブとか、スコーン入ってお会いしたいまあ僕ら飲んでただわーってやってるだけだけど、あそこに入るともう完全に違う世界観になるじゃない。なんか違う世界観ですね。価値観が変わるじゃない。変わります、はい、あれやっぱりねスパークする要因だよな、あのリズムとね、あのゾーンがちょっと違いますよね。ゾーンが違う、はい、あれいいですよね、うん、でずっと続けてる。今でも踊んの？あのはい、まあさすがにね、あのそんなに頻繁には、うん、あのもちろん行かれないような状況が続いてましたけれども、うん、結構最近までというか大丈夫だった時は行っていましたね。すごい体力使うしあれ。あの私すっごい体力があるんですよで朝だから4時とか5時まで遊んで。バカでしょ、もう娘に怒られるよあそうそう、あの一番下がまだ10歳なんであのセーフみたいな。そう、いやいやいや、セーフか最高だね。でも6時前にこうベッドに滑り込むみたいな感じ。いやいいですね、それもやっぱり一つだよね。はそっか、じゃあそれでもう南米大陸にずしょっちゅう通ってるうちに、はい、旦那様もあちらの方、はい、そうなんです。どこで出会ったんですか？それこそサルサクラブで出会いました。ダンタダン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 つっていいね講談社より、タイトルが面白いね。飽きる勇気飽きる勇気、はい、飽きる勇気飽きる勇気、深いねそれ。そうなんです。副題が、はい、好きなこと2割にフォーカスする生き方。あ、はい、なるほど。飽きることはマイナスではない。メッセージとしてはどういうこと？飽きること、例えば何に？なんか例えば、うん、私大体5年でワンキャリアなんですね、あの自分の中で。ほう。あの最初に勤めた出版社も5年弱で辞めてるんですけれども、うん、それ人によってもちろん違っていて、3年の方もいれば20年の方もいるかもしれないんですけれども、うんうん、その5年ごとの自分のこう、うん、なんて言うんでしょう、変化みたいなものにまあすごく敏感に、そして素直にあのなった方がいいですっていうことだったりとか、あとこう我慢して続けることがあの善ではないよっていうことだったり、あとこう自分らしく生きることっていうのは決してわがままじゃないよっていうことだったりとか、いろんなメッセージが入ってる本になるんですね。だから飽きなさいってことではないんですけれども、ただ自分のことをとにかく大好きで自分に敏感でいてほしいし、あとこう自分を素直に受容してほしい、でその自分が発してるメッセージっていうのは絶対に外さないように、自分がちょっとこう違うなとか、あここにいるとなんか違和感があるなとか、あんまりここにいる自分って好きじゃないんだよなとか、そういうのはとにかく敏感になってあげてくださいっていうようなあのメッセージですね。あいいよね。でもさ、いや要するに普通に自然にいなさいってことなんだけど、はい、常識とかさ、はいはい、ね、いろんなことで考えると、はい、いや我慢しなくちゃなんないことってのは出てくるってことだよな、はい、要するにな、はい、なんか枠とかしがらみとか、ね、常識とか人が決めた習慣とか、うん、そういったことに自分で自分を縛らないでくださいっていう本になってます、うん、素晴らしいですね。いや皆さん本当にぜひ読んでみてくださいね。ありがとうございます。これはだからもう売ってるってことね、はい、講談社より出てます、飽きる勇気。さて、これはもうあのゲストの皆さんに伺ってるんですが、はい、直子さんにとっての旅って一体何ですか？ダンスですね笑わないでください。もう踊ってなさい、もう一生踊ってなさいありがとうございました。ありがとうございました。ANA World Air Current